スノー、漫画ブランドキャラクターを務めるフニケ、ルックと富士屋洋菓子店の新 CM が9月12日より全国でオンエアされる。新 CM は、富士屋、ルックショコラティエ、アラモード編、30秒、15秒、富士屋、ルックショコラティエ、ミルクパレード&ホワイトラバーズ編、30秒、15秒、富士屋洋菓子店、新しい富士屋編、30秒、15秒の3つ。ルックの新 CM では、ショコラティエに扮したスノーマンが新しいパッケージとフレーバー、そして一箱でいろいろな味が楽しめる。ルックの魅力を、ルックを口に入れた時に見せるうっとりとした表情と共に伝えている。富士屋、ルックショコラティエ、アラモード編では、ようこそ、新しいルックへ、とショコラトリーのオープンキッチンへと迎え入れるスノーマン。チョコって一つの味より、いろんな味がいい、とチョコレート作りの様子を見せた後、口の中に入れたルックの美味しさに恍惚の表情を浮かべる。メンバーたちが食べていたのは、宮舘涼太が、いろいろ入って、デリシャス、とポーズを決めながら差し出した、一箱で4つの味が楽しめる、ルック、アラモード。最後は、いろいろチョコ、と食べ大派に、楽しめ、ルックしない?と声を合わせる。撮影に対して阿部亮平は、今回は、チョコを、作るそばに慣れたのが嬉しい、です。キーワードで、いろいろチョコ、と食べ大派が出てきましたが、僕がまさにそれで、いろんな人に、一口ちょうだい。って言っちゃうんですが、ルック、アラモードは、いろいろあるから、一口ちょうだいと言いやすいですね。笑いと語っている。富士屋、ルックショコラティエ、ミルクパレード&ホワイトラバーズ編では、チョコって一つの味じゃつまんない。とチョコ作りに勤しむスノーマン。コク深ミルク、ナッツ香るミルク、サクサクミルクの3種類のミルクチョコが入った、ルック、ミルクパレードと、コク深ホワイト、バニラ香るホワイト、サクサクホワイトの3種類のホワイトチョコが入った、ルック、ホワイトラバーズを食べたメンバーは、その美味しさに満足な様子を見せる。すると、佐久間大介は一箱で3つの味が楽しめる。ルック、両手に取り、え、待って、じゃ3倍うまいってこと、と驚きの声を上げる。撮影時、岩本照は、ルック、アラモードに新しく仲間入りしたブルーベリー味がめちゃくちゃ美味しかったです。他の味も食べたいけど、僕はブルーベリーだけ一列食べちゃいましたと、新フレーバーがお気に入った様子も見せた。富士屋洋菓子店、新しい富士屋編では、新しい富士屋洋菓子店をイメージした空間に、こっちこっち、早く早く、と目黒ハスと深沢達也が招き入れる。新しくなったロゴマークをはじめ、パッケージや紙袋、商品など、スノーマンが新しい富士屋での体験を紹介。ショーケースにずらりと並んだケーキの数々にテンションが上がる渡辺翔太、向井浩二、佐久間に、ペコちゃんの下をイメージした新しいロゴマークの前で、はい、ペコちゃん、とポーズをとって写真を撮るラウルと佐久間、どのケーキを食べるかじゃんけんで勝負し盛り上がる深沢、阿部、宮舘、ケーキ箱を両手いっぱいに抱え、岩本に、返すに、と突っ込まれるラウルなど、スノーマンが楽しそうに過ごしている新しい富士屋の様子を目黒がレポートする。深沢、目黒、向井の3人でケーキを食べるシーンの撮影では、プレミアムモンブランを食べようとした目黒に向井が、モンブラン一口ちょうだい、お願い、とおねだり、食い下がる向井に根負けした目黒がフォークで一口分を取り分け、向井も大きく口を開けて待ち受けた瞬間、監督から、はい、カット、の声が、今からいいシーンやったやん。目黒からの、あーん、やったやん。と本気で悔しがる向井に、目黒と深沢も大爆笑だったという。また、CM ソングは、スノーマンの新曲、Any & Every に、爽やかでポップなサウンドで CM を盛り上げている。富士屋のブランドキャラクターに就任して、丸3年となるスノーマン。ラウールは、富士屋さんとお仕事をするようになってから、ケーキを食べる回数がものすごく増えました。ケーキってクリスマスだったり、お誕生日だったり、お祝いの時に食べるイメージだけど、おやつなどで、富士屋のケーキを食べるようになりましたと語る。また、お店にルックがあると、つい目が行って、手に取っちゃいます。これ、俺たちのやつだ。って、と話す深沢に、お店にルックが並んでいるだけで嬉しいよねと、メンバーたちも共感する様子を見せた。なお、新 CM オンエアに合わせて商品購入でスノーマンのクリアファイルがもらえるキャンペーンやタワーレコードでの特大パネル展示、
富士屋洋菓子店でのスノーマン取り下ろし店内アナウンスも実施される。